石くんです。モーニングルーティーンの動画を撮りたいと思います。今寝起きで朝8時でございます。しっかり目が覚めてから動画だって思ったんですけど、リアル感のあるモーニングルーティーンを撮りたいなと思ったので、朝起きてすぐに今撮っております。眠い。みんなあんなモーニングルーティーンなんか普通に撮ってんのすごいですね。無理、目も開かないし。はい、ってことで僕が朝起きたら何をしてるのか、一体誰得なんだって感じなんですけど、お見せしていこうかなと思います。ではどうぞ。という感じで、まあ、台所に来たんですけど、まず、何するかっていうと、まあ、全然頭回らない。本当に、ね、みんなモーニングルーティーンとかガチで撮ってるの。本当によく頭回るわ、あんな普通に。とりあえずこの今ボサボサの寝癖を直していきたいと思います。大体こうやってやってる時にどんなセットにしようか考えていきます。今日前髪下ろそうかな、上げようかなみたいな。今日は上げてみようかな。あ、これがパジャマだったんで、とりあえず上だけ着替えていきます。はい、戻ってまいりました。よし、とりあえず寝癖を直したんで、まずはドライヤーしてセットの方をしていきたいと思います。じゃあ行きます。だいぶ顔も目覚めてき、ましたね。顔洗っていきましょう。肌が綺麗ですねと言われるんですけど、僕が普段どんな風に洗顔してるのかとか、あんまみんなと変わらないと思うんですけどね。それぐらい手に取ります。で、僕はこれを水入れて泡立てていきます。この泡立てた泡で洗っていきます。でも洗うときはゴシゴシやんないし、僕こう泡を軽く押しつぶすようなイメージで、でパチパチ言うでしょ。これはい、っていう感じで洗います。はい、あ、すっきりした。洗顔した後はハトムギ化粧水と保湿ジェルで、なんか化粧水をやる時もあんまり、なんですかね、ゴシゴシこれもしないというか、なんか押し付けるイメージでやっていきます。こんな感じで保湿クリーム終わりです。こんな感じで寝癖落としてドライヤーして洗顔して化粧水してっていう感じですね。今度癖のある部分をアイロンしていきます。こんな感じですね。後ろとかもね、
認していきます。で僕は絶壁なんで、こう後ろのボリュームが出るようにいつもセットしてます。寝癖を直すまでにこれだけ時間がかかります。スプレーとワックスを使っていきます。結構フルバットにします。ではスプレーをしていきます。いかがでしたでしょうか。で大体これで20分ぐらい、そしたらあとは、僕朝ごはんは食べないんで、もっと朝早く起きた時には食べるんですけど、僕は朝ごはんはあんまり食べないので、ここから、仕事に取り掛かりたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。僕のモーニングルーティーンというか、朝起きてあんな風に過ごして、昼までは、YouTube のことについていろいろやってたりとか、 SNS チェックだったりとかを、してるような感じとなります。ということでね、今お昼を軽く食べたんで、自分の職場の方に足を運んでいきたいと思います。外に出ましょう。ということで、ここまでこれ以上行っちゃうとね、どこかっていうのも分かっちゃうんで、これ以上はやめときます。ということで、ゆうじくんのモーティングルーティーンの動画をこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。